そ松さんのへそくりを。はい、どうも、ハニチマンは高丸くまるです。さあ、へそをやっていきましょう。今回はこちら、おしばり大戦争ニートなんですマジャマ編やっていきましょう。まず情報、出現するのは地上空中ボス全種類だね。で、突撃可能キャラが六つ子が5種類か、妖怪秋祭り昼と夜か。で、それからスチームパンクの飛行船で、バンドギリラライブで、それからタイムマシンで、星さんの妖怪と松のワールで、星4のスチームパンクと覚醒妖怪と、こんな感じかな。一応チームはこんな感じになってます。まず1列目、おそ松の妖怪四天童子、攻撃力がかなり高い、ただし攻撃届距離が少し短い。で、から松の妖怪青ワンドン、チョロ松の松のワール、ちょっと離れた敵にも攻撃届く、攻撃力がちょっと高いが HP が少し低い。一松の妖怪キュービのキツネ、十四松の松のワール。で、2列目、トド松の松のワール、おそ松のスチームパンク、攻撃力がそこそこ高いが HP が少し低い。から松の覚醒妖怪青ワンドン、 HP と攻撃力がちょっと高い。トド松の覚醒妖怪バキダヌキ、トド松のスチームパンクと、まあこんな感じかな。で、アイテムは AP 最高強くなる、オートモードはザニートとニート砲、アトラクションは空中タイプの攻撃力が増えるやつを2つと、トド松の攻撃力がそこそこ増える。じゃあこんな感じでマジャブ編やっていきましょう。さてと、まずは長兄2人かな。でもこれどうかな、長兄どっちとも1人ずつしかいないんだよな、地上と空中。しかも地上はね、星3しかいないからな。はっきり言って攻撃力が乏しいんだよね。だから今回攻めてくるのは空中なのかなと思うんだけど、果たしてどうかな。空中はね、スチームパンクと覚醒妖怪しかいないから。さあ、これいきなりボスが出てきたぞ。地上は、ちょっとやばいかな。だから空中が倒せてないんだよね。あ、一体倒せたかな、これは。と言ってもな、地上もな、押されてるんだよな。六つ子も入れればね、簡単なんだろうけどな。お、空中倒せたな。これは空中押せてるんじゃないか。ただこれもギリギリだな、きっと。地上はイヤミとトトコちゃんが軍団になってるからな。あ、ボス倒せた。ボスは倒せるんだ、イヤミとトトコちゃんが。やばいな。これはどうするんだ。ザニーと発動の間に進むってパターンか。それだったらザニーとの時間が増えるアトラクション入れてもいいかな。いや、攻撃力欲しいんだよな。でも押せてるのはな、だいたい空中とかはザニートの時間帯ぐらいなんだよな。あ、そっか、空中はボスにも攻撃与えられるんだっけ。ただ空中はね、陣地への攻撃が低いからな、攻撃力上げておきたいんだよな。さあ、空中はもう、空中はこの辺でいいか、地上してっか。いや、でもな、怖いんだよな。あ、やべやべやべ、こっち来た。
これは、間に合いそうにないな。空中に キャラクターを入れとく。で、地上の方は、まあ、長兄何人か入れて、松のワールと、まあ、妖怪ぐらいしかいないんだけども、基本的にね、なんだろう、あんまりへそを先生に貢がない人はね、貢ぐってそんなに持ってない人多いと思うんだよ。だからその場合ね、星3の妖怪と松のワールで、まあ星4で、まあ最近だとね、スチームパンクとか覚醒妖怪を手に入れる機会が多くなっているから、その4種類になると思うんだよね。さーてと、地上の松のワールのトド松を外して、おそ松の松のワール入れました。ちょっと壁役増やした方がいいかなと思って、正直言ってあんまりね、地上の敵倒せなさそうなんだよね。それだから、まあなるべく壁役が多いかなと思って、基本的に俺はね、この配置とか六つ子一応とりあえず全員一人ずつを出すっていうね、縛りやってるんだけども、それも結構響いたりとかするんだろうな。はっきり言ってチョロ松っていらないんだよね、お縛りの中で。まあザニートのゲージを上げる分の糧に過ぎないんだよな、ほとんどが。そのチョロ松の枠を普通にオソ松とかカラ松の方にした方がいいと思うんだけどな。さあもう少しでニートゲージがたまる。ニートゲージ、ザニートゲージね。よし、これは早い方なのかな。アトラクションはそのままにしてるんだけども、やっぱ攻撃力必要だからな。あ、でも上限まで行った、早いぞ。そこまで空中やられてないからな。まあノックバックとかやられてるはやられてるけど、それだったら地上を押しとけばいいかな。押していくというか、まあ地上キャラクターをね、出していけばいいかなと思うんだけど、よしよしよし、さっきよりは速くなってんな。トド松をオソ松に変えなきゃこんな違うのかな。出し方がちょっと変わってるからかな、俺も。イヤミとフドコちゃんかな。結構この2人めんどくさいよな。イヤミ足速いし、攻撃速度も速い方だし、で後ろのトドコちゃんのね、攻撃距離の長さとかね、攻撃力とかも相まって、なかなかこの2人は厄介なコンビだよな。アニメとかでも癖強いしな、この二人に。トドマッツは、よしよしよし。いけるか？間に合うかな、これ。ここはもう地上だけ出していけばいいかな。そこまでね、空中やられてないから。カラマツ結構耐えてくれんな。あ、でもカラマツ一体しかいないのか。あ、でも後ろから来てくれてるから大丈夫かな。やっぱり長兄一人ずつとトドマツ2体は必要だと思うんだよね。よし、これは、あーちょっと怖い。あ、でも攻撃し始めてるね。よしよし、あとは耐えるだけだ。間に合うかな。よし、いけ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 。さあ、もうちょいもうちょい。あともう少しでザニートもたまる。ちょっと待って、トドマツ押されてない？やーべ、ここで押されてんのか。一応出しとこう。一応っていうか、出さなきゃまずいもんだこれ。壁いないもん。
あーそっか、陣地を攻撃し始めたからトドコちゃんは攻撃届かないんだ。これは思わぬ落とし穴だわ。あーこれはきつい。間に合うかこれ。いや間に合わないだろうな。あー惜しいとこまで行くんだよね。さあここまで戻ってきたわけなんだけども、ちょっと状況は作業厳しいのかな。そこまで余裕がなくなってきてる気がするんだよね。さあこれはザニート発動。もうこっからはもう空中出す必要ないな。あーボスがいたのか。ちょっと倒せなかったな今のは。さあというか100万きた。よしよし、ニート4も全然ひるまないもんな、やめてトドコちゃんは。さあ間に合うかこれ。もうちょいもうちょい、ギギギギギギギ。あーおそ松がこれがどうも。あーあと30万、もうちょいもうちょい。いやーなんかチラッと妖怪おそ松がいるんだけど。さてここまで戻ってきたわけなんだけどもね、おそ松の松のワールを外してから松の松のワール入れました。これで少しはね地上の壁は硬くなったと思うんだけども、さっきよりはちょっと余裕になったのかなこの時点で。さあちょっと待ってよ、今トド松をやり始めたぞ。いやでもそれはボスが攻撃したからか。ボスがいなくなった今はなんとか。でも花松しかいないのか壁、ちょっと不安だな。このザニートの間に少しでも削り取っとかないと地上も危ないしな。これは間に合うか。次のザニートまで間に合わなさそう。あーまずいまずい。今どれぐらいだ、66か、きついな。間に合え、あと1回ニート。よし、あー惜しい。いやーマジか。よーしここまで戻ってきたぞ。アトラクションで空中の攻撃を1つ外してザニートの時間が増えるアトラクション入れました。このスキル入れることによって2秒増えるからな。この2秒は結構でかいと思うんだよね。さあ来たザニート発動。ここら辺はもう出撃上限がもうほとんど上になってるから地上だけでいいや。よしいいぞ。もうこれ50万か。こりゃいけたんじゃないかさすがに。さあいけ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 、もうちょいもうちょいもうちょい。結構余裕があるな、思ったよりも。右上見てみたら分かると思うんだけども、結構な地上のね青のやつが残ってるんだけども、ちょっとトドマツやられたと思いきやスチームパンクとかね結構残っててくれたから勝てた。3分16秒。よしよしよし。